エンリケ&ブタが炎上し一種のエンタメになってますが、エンリケ&ブタ元夫婦は顧客から集めた5億10億以上の金額を返済できると思いますか。また水商売で稼ぐことできますかね。よろしくお願いしますって。これよく分かってないです。これ俺もよく分かってないんだよ、まあ、興味がないからさ。ねえ、エンリケってあの名古屋でキャバクラやってた人でしょ。はいはいはい、ブタって何、白豚じゃないのこれは。いやこれあれでしょ、だから誰ですかこれ。え、その旦那のこと言って、旦那が炎上し一種のエンタメになってます。要するに返せるかどうかでしょ、うん、そんなこと知らねえよな。ちょっとこの犬がすごいすごいことになってんやけど。でじゃあどうすんのこの夫婦。いやわかんない。でこれ本当に詐欺になってんですよこれ。俺ね興味がないから、なんか一生懸命なんだ青汁がやってるから見る気になんないんだよ、はい、え、なんでですか。くだらなそう。俺もね青汁やってると一瞬だけ見ました。なんか彼ものすごい真面目な顔して、うん、なんか語ってましたよね、そのエンリケ相手に、うん、なもんできないっしょ。ああまずね、何ができないかというと、うん、水商売で稼ぐことができますか、うん、15億10億稼いで返すには、だから言ったじゃん、うん、倍以上必要なんだよ。え、どういう意味ですか。だから税金払わなきゃいけないから。あ、そういうことか、うん、だから無理でしょ。じゃあ無理ってことは捕まるってことですか。それ詐欺として認められれば捕まるんじゃないの。そうなんだ。何度かかけるん詐欺とかみたいなやつ、かけるん詐欺とか白豚詐欺とかあるんじゃねえの俺知らんけど。へえ、向こうも分かりませんけど、まああのダメですね、人のお金を扱って運用しなきゃいけないのに、そのお金で飲み屋に行って使ってるような人よくいるじゃないですか、うん、それはダメですよ、うん、ダメですよ、ダメも出るじゃん、うん。